今回問題にベオという単語が出てきましたが、実はベオというのは、まあ、多義語、いろんな意味を持つ語として有名なんですね。皆さんこんにちは、大牛です。この動画は森田先生が書かれた TOEIC L&R テスト品質英単語という単語帳の中のチェックテストの3の1番の解説の動画となっています。で、まだ問題を解いていない方もですね、この後すぐに問題を表示しますから、それを一緒に解いてから解説の方に移るようにしてください。まずいつものように選択肢を見てどういう種類の問題なのか予測できるか見ていくと、 A が include、 B が including、 C が inclusion、 D が included が来ていますね。で、これを見るとですね、まず include と、まあその形を変えた形であったり派生語が並んでいるなということには気づくはずです。ですから、これは空欄の前後、もしくは、まあ、文全体の文構造を見て、文法的に入るものでまず絞り込んでいって、で、その後ね、意味を考えて、最後答えを出していこうと思います。ではまず、include の意味から押さえたいんですが、include というのは、なんとかを含むという意味でしたね。ということは、これは、他動詞なんですよね。で、他動詞ということは、能動の場合は目的語が必要ですよね。これ以前から言ってることですが、これ文法問題を解くときには非常に重要なね、視点となりますから、しっかり意識しておきましょう。では include の意味を押さえたところで問題を解いていくと、前には is があり、でその後には in、まあ、in the bill という前置詞プラス名詞という塊があります。ということで、これはもうすでに前に純粋な動詞である、is、まあ、be 動詞ですね。まあ、動詞がもうすでにあるので、さらにその後ろに純粋な動詞になるものを置くことはできません。ですから、そういった観点から、普通の動詞になってしまう A の include はもう入れることができませんよね。で、これ B を選んだ場合は、まあ、is including という風になるわけですから、be 動詞プラス ing 形で、まあ、現在進行形。つまり、この場合、何とかを含んでいるという意味になるのかなと思うと思うんですが、実はそもそも、include というのは、状態動詞という風に言われるもので、で、この状態動詞というのは、自動詞、他動詞とは別にですね、まあ、動作動詞、状態動詞という風に分けてね、覚えるやつですよね。で、この状態動詞、動作動詞の詳しい説明については、ちょっと今回はね、割愛するんですが、結論だけどういう風に学ぶかということを言うと、なんとかしているという意味で使う、まあ、進行形ですね。今だけなんとかしているという意味の進行形にはしない、もしくは、まあ、しづらいという風に学ぶはずです。こういった観点からも、まあ、B の including は状態動詞なのに進行形になってしまうから、まあ、答えじゃないなという風にわかるはずですし、仮に今の話を知らなかったとしても、これ be including だった場合は、なんとかを含んでいるという意味になるだけですから、まあ、なんとかをという部分の目的語は変わらず必要ですよね。にもかかわらず、今回ね、空欄の後見てみると、すぐに in が来てますから、これ目的語が存在しないんですね。ということは、目的語が必要なはずの is including という形も、まあ、使えないよということになります。今回、状態動詞、動作動詞というワードが出てきましたが、これについてはまた出てきた時にね、詳しく扱っていこうと思うので、楽しみにしておいてください。で、答えの方が C か D に絞り込んでいけたわけですが、C の inclusion というのは、include の名詞形で、含有であるとか、もしくは、含めること。という意味の名詞になります。で、今回、この主語に来ている sales tax というのは消費税のことなんですね。そして、この後ろの bill というのは今回は請求書という意味で使われています。そうすると、これ C を入れた場合、消費税はその請求書に含めることとか、もしくはなんかこう、
含有とかそういう意味になるわけですよね。で、それだとちょっとよく意味わかんないなということで、まあ D をとりあえず見てみると、D は included ですよね。そうすると、be included in という形になります。で、これを見た瞬間に、あ、もうこれ見たことあるというふうに実はね、すぐ反応してほしくて、be included in A という形で、A に含まれているという意味で、まあ非常によく出てくる表現なんですね。まあなので、まあ正直に言えばですね、まあこの表現語もよく見たことがあるから、この D を選んでくれてもいいぐらい、この be included in A という表現はよく出てきます。で、意味としても、消費税はその請求書に含まれているということで、しっかりね、意味が通りますから、答えは C ではなく、まあ D の included を選んであげればよかったんです。で、今回目的語がなくなってることも、まあ受け身にしていれば前に出てしまったからなくなったんだなということで説明がつくはずです。今回問題に bill という単語が出てきましたが、実は bill というのは、まあ多義語、いろんな意味を持つ語として有名なんですね。で、今回は特に重要な3つの意味を確認していきたいと思います。一つ目にですね、まあ先ほど出てきた、まあTOEICでは非常に重要な請求書という意味ですね。で、二つ目にですね、紙幣とかお札という意味があります。あと、三つ目が法案という意味もあります。で、これを見てもわかる通り、bill の持つ共通のイメージというのは、公で使われる紙というイメージなんです。一つ目の請求書というのも、まあこれだけのお金いただきますということで、まあ公に公式的に、まあちゃんとお金を請求する紙のことですし、まあ紙幣というのも、まあ何かを売買するときに使える、みんなが使う公的な紙というイメージですし、まあ三つ目の法案なんていうのは一番、まあ公とか公式っていうイメージが強いと思います。こんな感じでですね、bill の、まあ、いろんな意味を覚えていくときは、まず、公で使われる紙というイメージを持ってもらって、そこからね、細かい一つ一つの意味につなげていくといいと思います。一つ重要な表現を押さえておきたいんですが、今回の選択肢の B のこの including というのはですね、実は、前置詞として使うことができて、なんとかを、含めてという意味で、まあ、非常にこれもよく出てくる表現ですから、絶対に覚えておいてください。最後にもう一度文全体を読んで終わりにしましょう。Sales tax is included in the bill ということで、消費税は、まあ、その請求書の中に含まれていますという意味ですね。解説は以上となります。ご視聴ありがとうございました。Sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.